なるほど。では清流会と不当の襲撃は無関係だと。多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は、誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその仲間です。さらに言えば、今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは。ああ、実は背中に視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか。やれないことはね。だがせっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか。と言いますと？人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。そいつらを絞り上げてミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてるのはせいぜい二人ってとこだ。なるほど。確かにあなたならわけないですね。わかりました。私もそちらに向かっています。一応お気をつけてと言っておきますよ。俺に用があるんじゃねえのか。思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っております。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな。ギリオさん、誰かと人違いして。何の話か分かんねえよ。だがお前らが何者かは改めさせてもらう。そら随分むしらえんちゃいます。お前は顔隠さなくていいのか。他の奴はみんな隠してつく。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。さあな。そういうことやったらまあ腕ずくで化けの皮剥がしたろ。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。シェーえい！
やっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打登場ってわけか。誰なんだ、お前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。じゃあろな。それでこそ堂島の竜や。誰だ、お前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や。桐生一馬やのうても近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる。決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪には。昨夜不当で襲ってきた目的は。もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大々的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。で、あんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きて。花輪のことか。ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少怪しまれたでしょうか。気前を手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。
初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか。そうです。けど昨夜の埠頭にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんぞに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽とは。ただ確かあなたは相手を二人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合のもんだってどこまでは聞いた。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か。要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ。お前は何を。俺見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何？獅子堂、やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ。そういうあんたは大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。獅子堂、どうすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな半殺しでやめときます。好きにほざいても行くぞ。あんたの力見せてくれ。行くぞ。
さっきから小綺麗な喧嘩やな、桐生さんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ若造。よっしゃ、第2ラウンドや。楽しませてくれ。行くぜ。Yeah!
うわっ！